なんかここに穴がいっぱい開いてるんですよね。お子さんとかが1個持ってたらね、めっちゃ可愛いんじゃないでしょうか。内装を手掛けたね、迫田さん、うちの店舗の庭をプロデュースしてくれることになりました。やがしやがめのおっさん始まるよ。よし、トゲコが出てきた。はい、どうも、トカゲのおっさんです。今日はですね、駄菓子を紹介したいと思います。この駄菓子は大阪に行った時に仕入れたやつですね。リンゴ飴とミニ渦巻きキャンディーですね。はい、これがねめちゃめちゃ可愛かったんで、ついね仕入れましたけど、今日はこれをねじっくり紹介したいと思います。はい、箱はねこんな感じです。なんかここに穴がいっぱい開いてるんですよね。こっちも開いてますけど、多分ねそこにこう刺してねディスプレイできるんじゃないかなと思ってます。じゃあまずこのリンゴ飴の方からいきたいと思います。かわいい絵が描いてますね。祭りリンゴ飴、品名がリンゴ飴、内容量20本、製造者山中製菓株式会社。ちょっと聞いたことないですね。岐阜市にあるみたいです。でこれですよね、中から商品を取り出し、蓋を閉めてからバックボードと商品を差し込んでください。こういう風にね差し込めるんですよね。じゃあちょっと開けてみたいと思います。こんな感じかな。いきます。はい、お、バックボードが入ってました。バックボードって書いてます。出てきました。なんかめっちゃ可愛いですね、リンゴ飴、赤もありますね。まあ、リンゴ飴といったら赤ですよね。こっちもね可愛い顔してます。いいですねこれ、なんかすごい売れそう、女の子とかに売れそうですね。ここの色が違いますね。この止めるとこの色が違いますけど、なんかこう喋り出しそうな可愛さですね。じゃあちょっと組み立ててみましょうかね。底の部分はこんな感じになってますね。面白いですよねこの陳列の仕方。いろんな駄菓子を見てきたんですけど珍しいですよね。でこれでここも穴開けないといけないんで、ね、そのまま刺していこうと思います。いい感じいい感じ。あら、ちょっと赤が多いな。同じ数入ってるかと思ったら赤のがだいぶ多かったです。この後ろにバックボードですね。はい、できました。いい感じです。立てておくっていうのはやっぱいいですね。目立ちます。レジの前とかに置いてたらね売れるんじゃないでしょうか。じゃあ次はこっちですね。同じシリーズのミニ渦巻きキャンデーの方を紹介しようと思います。まあ、一緒かな、同じ会社ですね。20本入り山中製菓で、組み立て方も一緒ですね。バックボードつける感じです。ミニ渦巻きキャンデー、バックボード出てきました。駄菓子屋の定番ですよねこの渦巻きキャンデー。はい、いろんな味入ってますね。これがメロン、これがオレンジかな、オレンジ、いちご、サイダー。はい、こんな感じで5種類入ってましたね。これなんか幼稚園のお子さんとかが1個持ってたらねめっちゃ可愛いんじゃないでしょうか。大きいのもよく売ってるんですけど、でかすぎてね食べきれないですよね。あれはこのサイズだったらすごいいいですね。はい、じゃあちょっとディスプレイしてみたいと思います。でバックボード入れて刺す。なんか大阪の問屋さんが言うにはこの商品最近入ってきてないって言ってましたね。なんでかなみたいな感じで言ってましたけど、
今ね、いろんな駄菓子がどんどんなくなっていってるんですよね。ラーメンをはじめ、飲むんちょゼリーとか、工場が老朽化して製造をやめちゃってるんですよね。どんどんね、駄菓子がなくなってすごい寂しいです。こんな感じで入りました。めっちゃ可愛いですね、これ今さっきのリンゴ飴と合わせたらすごいです。はい、そんな感じでね、組み立て終わりました。はい、いかがでしたでしょうか。渦巻きキャンデーとリンゴ飴でございましたけど、値段はですね、1個54円ですね。両方とも54円でございます。多分この商品はね、駄菓子屋さん以外にもコンビニとかでも売ってそうなんで、見つけた方はね、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じでね、今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。はい、お疲れ様です。リンゴ飴持って可愛いですね。1個54円じゃ安いですよね。はい、最近の出来事、すごい人に会いましたよね。はい、すごい人に会いました。この前犬丸商店さんを紹介したんですけど、また行ったんですよね。この前、昨日かな？昨日行ったんですよね。そして犬丸商店さんのインテリアとか内装を手掛けたね、迫田さんの話をしてたんですよね。はい、そしたらなんとなんと来たんですよね。お店にフラッと現れました。犬丸商店さんに噂をしていたら、噂をしてたらね、来てからびっくりしましたよね。いつもね、だいたいお店はイボリ、小倉北区のイボリにあって、うん、そこでお花屋さんされてるんですよね。けど犬丸さんに聞いてみたら、もう開いてるかなっていう感じだったので、なんかもう開けてる日が少ないみたいで、他の仕事で出かけてるみたいで、はい、自分の店はあるんですけど、ほとんど開いてないっていう謎の店の状態でね、あるらしいです。なんで会いに行こうかと思ったんですけど、なかなかお店開いてないみたいなんで。諦めかけてた時ですよね。そしたら現れたんですよね。お店に来たんですよね、迫田さんは。すごい偶然っていうか奇跡ですよね、はい、もう、はい、びっくりしました。お会いできて光栄です。うん、やっぱりすごいおしゃれな人でしたね。はい、うん、でね、うちの店舗の庭なんですけど、砂利をね、引くとか言ってそのまま止まってる状態だったんで、今は何もないんですよね、庭。タイヤぐらいしかないよね。はい、大きいタイヤが1個置いてあるだけで。はい、ちょっとその画像をちょっと出してきますけど、こんな状態なんですけど、庭のね、コーディネートを迫田さんにね、ノリでお願いしたら、うん、なんと OK してくれました。お会いしたその日にもうお会いしたその日に来てくれましたね、店舗に。はい、店舗の方にわざわざ来ていただいて、もう庭見てもらってね、うん、もうね、おしゃれになるのも確定ですよね。はい、もう迫田さんは東京の方じゃすごい有名みたいで、イベント会場のセッティングとかね、もうお任せで、もう信頼だけでやらせてもらってるみたいで、すごいですよね。そんな方がね、なんとうちの店舗の庭をプロデュースしてくれることになりました。すごい楽しみですよね。どんな雰囲気になるとかね、全く想像できないですけどね。もうね、はい、私たちは犬丸商店さんのお店と、あと犬丸さんのご自宅のお庭を迫田さんが手掛けられたので、うん、そこを見せていただいて、うん、勝手に、はあ、うん、なんかすごいおしゃれなのできるっていう想像してます。迫田さんは多分全体を見て考えてくれると思うんですよね。うん、
犬丸商店さんと僕のお店はちょっと雰囲気がまた違うん で、それがどういう風に、ね、なっていくかがまた楽しみですよね。もうその庭がどうなっていくかは YouTube でねちゃんとお見せしますんでお楽しみにしてください。こんな感じかな、はい、こんな感じで今日はねこれで終わろうと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。